動物と人間は持っている菌が違う？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。2歳6ヶ月のさきちゃん、どうぞと食べさせてくれる姿に感動したというときこママからこんな相談をいただきました。いつか動物を飼いたいと思っているのですが、アレルギーのことを考えるとまだ踏み出せません。影響はありますか？お答えするのは福岡市城南区エムズ動物病院の増重直久院長です。アレルギーについて不安があればペットを迎える前に一度検査をしておいた方がいいと思います。特に喘息やアレルギー性鼻炎などもともとアレルギー素因のある人は専門医に調べてもらうことをお勧めします。また犬や猫と一緒の布団で寝ることはしつけや衛生的観点から見ても飼い始めの頃から別々にしておいた方が良いでしょう。わかりました。あと動物って人間とは違う菌を持っているんでしょうか？はい、例えば犬と人の口腔内細菌は 15% 程度しか一致しません。人の口腔内には一般的に400から500種の細菌がいます。一方犬の口腔内細菌は約400種、猫で約200種です。そしてそれらの多くが人が持つものとは異なります。なので傷口などを舐められ免疫で対応できない場合は感染症を引き起こす場合があります。特にペットとのキスは避け、触れ合った後は必ず石鹸で手を洗うようにしましょう。一つの命を預かることは責任重大です。15年は一緒に暮らすということを想定の上、家族でよく話し合って新しい家族を迎えてあげてください。ワンちゃんたちを迎える前にちゃんとみんなで考えたいと思いますね。さきちゃん、番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。